酒はな、気に入らないやつにかけてやるもんなんだよ。中卒なんていらねえから、さっさと買えんな。中卒の貧乏人なんて、本当は誰も歓迎しねえんだよ。中卒のくせに、俺に話しかけようなんて、100年早いんだよ。本社に異動になった中卒の俺の歓迎会で、出世頭のエリート課長は俺にそう言った。さらには俺に頭から日本酒をぶっかけてきたのである。突然のことに呆然とする俺。その後も俺を罵倒し続けた課長だが、後日社長が課長を含めた社員のみんなを集めると、社長の隣にいる人物に注目が集まる。俺の懐刀を紹介しよう。そう、この言葉と同時に課長には自ら行った行為の報いとして天罰が下ることになるのだった。俺の名前は菅野大和。俺は幼い頃から天才少年と言われて育ってきた。読み書きに算数、何をやってもあっという間にできてしまうため、俺自身はその環境にとても窮屈で退屈に感じていた。だけどそんな俺でも苦手なものはある。それは運動だ。勉強はできても運動はできなかったため、同級生からはガリ勉の山とは運動音痴とか、ウサギとカメのカメみたいとからかわれてしまう始末だが、与えられた天性なら仕方のないことだ。だけどそれを忘れさせるくらい勉強ができた俺は、幼稚園のうちに塾で飛び級させてもらい、気づけば高校の数学まで勉強していた。塾の先生はそんな俺にドン引きしていたのを覚えている。先生より頭がいいなんて、先生からしたらプライドが許さないからだろう。そして俺はそのまま小学校に進学すると、どの授業もすでに熟知しているため、さらに退屈さを感じていた。同じことを永遠と聞かされているような気がして耐えられなかった俺は、授業中にもかかわらず堂々と寝てしまい、先生に怒られたことも。菅野って変なやつだよな。ゲームの話をしてもゲーム興味ないからしないんだってさ。さすが優等生って感じ。俺嫌味言われてるみたいで、あいつと関わりたくない。そんな風にひそひそと話す同級生の噂話にも付き合うのもごめんだった。俺は同級生とも話が合わず、いつも自分の席で難しい本を読んでいるだけ。自分が話したいことを話すと誰にも相手にされないことがしばしばだったため、そういうふうに人とは距離を置いていた。もともと内気だったのもあり、次第に心を閉ざして、ついには学校へ行かなくなった。家で勉強したり、塾の飛び級で勉強したりする日々が続いた。胸にぽっかりと穴が開いたまま、人として何か欠けたままを過ごし、それは俺が中学に進んでも相変わらずだった。あいつ小学校からの不登校生だってよ。もうあんまり喋らないやつだしな。そんな風に俺のことを話す新しい同級生とも話が合わず、合わせ方もよくわからずで、両親のために行こうと覚悟して行った中学校も、結局塞ぎ込むような形で次第に行かなくなっていった。だけど学校へ行かない代わりに市の図書館で本を読み漁るようになる。君、毎日本を読みに来ているよね。制服着てるけど学校は？不登校で行けてないんです。そっか、
それは大変だな。図書館の職員からは顔を覚えられるほどの常連になり、俺のことを心配してくれていた。とてもありがたかった。俺が話していた図書館の職員は親身になってくれるおじちゃんだったため、俺もおじちゃんには自分のことを話すことに抵抗を感じなかった。おじちゃんは、まあ若いうちはいろいろあってもおかしくないから、やりたいことをやればいいんじゃないかと豪快に笑って、不登校生の俺を咎めることなく接してくれて、図書館に通わせてくれた。学生の頃、俺が心を完全に失わなかったのはこのおじちゃんのおかげだな。おじちゃんの言葉に甘えて図書館に通い続けていたある日、今度は衝撃的な出会いがそこで起きた。まるで惹かれるように、あるデザインの本を取った俺はそれを読みふけってどっぷりとハマった。こんな衝撃は初めてだった。おじちゃん、この本を借りるね。おお、妙に張り切ってんな。そんなすごい本を見つけたのかい。そうなんだ。それじゃあまたね、おじちゃん。気ぃつけて帰んな。おじちゃんに貸し出しのサインをもらい、図書館から借りた後も俺は家でデザインの本を読めば読むほど夢中になった。あなた、ヤマトが家に帰ってからもずっと本を読んでるのよ。食事も喉を通らないぐらいで。家に帰ってきてからもずっと自分の部屋に閉じこもったまま本を読んでいる俺を心配する母さん。ちょうど仕事から帰ってきた父さんにそう言っていたが、父さんにとってはそれが面白かったみたいで小さく微笑んでいた。夢中になれることがあるのはいいことだよ。心配なら後でヤマトの部屋におにぎりを持っていくといいさ。そうね、あなたがそう言うならそうするわ。それから上機嫌でキッチンに向かった母さんはおにぎりを作り始めた。俺のことでいろいろ心配かけさせているというのに、それを一切咎めることはせず見守ってくれる両親には本当に助けられていると思う。こうして両親の支えもあり、中学の3年間はほぼ独学でデザインの勉強に打ち込んだのだった。そして15歳になった俺は両親に勧められてメンサを受験。メンサは高い知能指数を持った人が入会できる団体のことで、入会するには IQ が全人口の上位 2% となるスコアが必要だ。団体の目的はメンバーに知的交流の場を提供することで、俺の両親はメンサなら俺と話の合う友達ができるのではないかと思い受験させたのだ。そして俺は当然のように1回で合格する。俺に居場所を作ろうとしてくれた両親には本当に感謝しかなかった。メンサの会員さんが開くイベントの中でも、ゲーム大会、クイズ大会、カラオケ会、バーベキューと中学生でも参加しやすいものに参加していくと、俺は徐々に話の合う友達ができるようになっていった。閉ざしていた心がまた一つ開いていくようだった。俺は高山清隆だ。よろしくな。その中でも高山清隆という20代のお兄さんとは話があって、彼はまるで兄弟のように俺に接してくれた。お前はなんでメンサに？学校に馴染めなくて、それで両親がメンサを勧めてくれたんです。そっか、ならご両親には感謝しなくちゃな。お前が来てくれて俺結構楽しいんだ。清隆さんはニカッと笑って俺にそう言った。その言葉がどれほど嬉しかったことか。兄弟のいなかった俺は
そんな風に接してもらえることがすごく嬉しかったし、弟のように可愛がってもらえて、彼からはまるで道徳を学ぶようだった。それから月日は流れて、俺は中学を卒業すると念願のデザイン会社で働き始めた。小学校も中学校も辛くて通えなかった俺だから、周りのみんなも無理に高校へ進学しろとは言わなかった。両親も俺が高校に行きたくなったら定時制に通うなり、代券を取って大学に行けばいいと言っていた。それに甘えてしまったが、好きな仕事を優先にしてもらえるのはとてもありがたい。学校には馴染めなかった俺だが、デザインという分野で社員みんなが切磋琢磨している現場は楽しいと感じていた。先輩、ちょっとここがよくわからないんですけど。どれどれ。ここはな、こうするんだぜ、菅野。なるほど、参考になりました。ありがとうございます。これまで内気で人に対して自分から近づいていくことができなかったけれど、デザインについてさらに学んでいくために先輩社員へ教えを請うこともできるようになっていた。あんなに人と馴染めなかったのが、まるで嘘のように馴染めていくのを肌で感じると、俺は内心喜びを感じていた。表に出すのは恥ずかしくて、まだまだ気が引けたが、精神的にも進歩したように感じる。そしてデザインの現場で修行を積んでしばらく経った頃だった。俺宛てに何度も本社への異動の打診が来ていたが、デザインだけに関わっていられる支社の現場が好きで、俺はすべて断っていた。さらにデザイン技術が磨かれていくのと同時に、他の社員との交流などによってコミュニケーション能力も磨かれていき、やりがいを感じていたからだった。菅野さん、ここがちょっとわからないんですけど。ここはこうすればいいよ。ありがとうございます。とても参考になりました。後輩に尋ねられ、そう答えた俺は、お礼をした後輩の走り去っていく背後を微笑ましく見送りながら、まるでこの会社で働き始めた頃の俺を見てるみたいだと、そう思った。後輩にまだ頼られているうちはこの仕事に携わっていきたいと俺はさらに意気込んだ。そんな俺の意思が反映するように、後輩社員にもいろいろと技術を教えると慕われることが多くなっていく。もう今では学生時代のように孤独な生活を送らなくて済むようになって、人生すら楽しいと思えるようになっていた。そうしてそれからさらに十数年の間にわたって、支社でデザインまみれの日々を過ごしていったのだった。そして30になる春、本社への移動をついに断れなくなって、俺は移動を決意した。さすがに俺のわがままをこれからも押し通すわけにもいかないと思い、今度は新たな気持ちで新たな挑戦をしていこうと試みた。菅野大和です。皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。俺の名前は天才デザイナーとして本社の人にも知れ渡っており、歓迎ムードに包まれながら俺の新たな生活が始まった。しかし、ある人を除いては。おい、これを私の代わりにやっておいてくれ。え、あ、はい。出世頭である国立大卒のエリート課長の国枝課長だけは俺に目も合わせてくれなかった。本社へ働き始めて早々、渡された資料をぶっきらぼうに渡されて、国枝課長はさっさと行ってしまった。資料を見ると明日までに終わらせないといけなかったりと、それをどうやら故意に国枝課長は俺にやったようだった。
何度もそんなことをされていたが、俺はこれも仕事のうちだからと、好きな仕事だったので特に苦には思っていなかった。ただ国枝課長の態度だけはどうしても好きにはなれなかった。学生の頃の俺だったら、国枝課長のこの嫌がらせだけでメンタルをやられてしまっていただろう。でも強くなった今となっては、国枝課長のことを受け流しながら本社での仕事に励んだのだった。数日後、社員のみんなの提案で仕事終わりに居酒屋で俺の歓迎会が開かれた。お酒がみんなの手元に行き、これから乾杯が始まる。菅野さん、本社へようこそ。社長から菅野さんの前向きな姿勢について伺っています。菅野さんのような仲間を迎えられ本当に嬉しく思います。本社では支社での経験も大いに活かせると思いますので、ぜひ存分に励んでください。幹事の女性がスピーチの合間、俺に視線を移し、そう言った。それから集まった社員のみんなに視線を向け、言葉を続けた。我々も菅野さんから教わることが多々あることでしょう。ぜひ共に会社の発展に向けて力を合わせてまいりましょう。それでは長くなりましたが、菅野さんの今後の活躍を期待しまして、乾杯。乾杯。幹事の女性が持っていたグラスを上げ、乾杯を告げると、集まっていた他の社員もグラスを上げ、それぞれ乾杯をした。菅野さんって好きなタイプの女の子とかいますか？おい、それもう脈ありな発言だな。菅野さん、こいつだけはやめた方がいい。なんで？っていうか、長谷川さんには関係ないでしょ。社員のみんなとの会話はすごく弾んだ。お酒も入っているからか、みんな普段よりよく喋っている。菅野さん、ちゃんと飲んでますか？というか、お酒に強いとか？そうですね。あまり酔う体質じゃないみたいで。ここに酒豪がいたぞ。さっさ、遠慮なく飲んでくださいよ。菅野さんの歓迎会ですし、俺が注ぎますから。陽気な長谷川さんは、慣れた手つきで俺のグラスに日本酒を注いでいく。それから他の社員さんも交えて飲みながら、長谷川さんたちとの会話と食事を楽しんでいった。そして俺は社員のみんなと話し込んだ後、今度は国枝課長との距離を縮めようと、国枝課長のところに一人で向かっていった。国枝課長は隅の席で一人食事をしていた。俺が、国枝課長、今日は俺の歓迎会をありがとうございます。日本酒はお好きですか？よかったらグラスに注ぎますよ。と言うと、国枝課長は俺を視界に入れるなり、相変わらずの態度で、俺は酒は飲まねえんだよ、と言われてしまった。だが俺は国枝課長とも距離を縮めたかったので、ではお酒は下げますね、国枝課長とも話がしたいのですが、と問うと、中卒のお前と話すことなどない、と拒絶されてしまった。いや、しかし国枝課長は気になることを言った。俺が中卒なんてどこで知ったのだろう。俺は一言もそんな情報を伝えたことはないのだが。中卒を理由に話さないと言い張る国枝課長は、どうやら俺のことを個人的に調べたようだ。俺と話す気はない国枝課長を残念に思いつつ、その場を離れようとしたその時だった。その代わり、俺は酒はこうする。そう言った国枝課長は、近くにあったお酒の入ったグラスを持つと、俺の頭に日本酒をかけた。突然の出来事に
やられたことが頭に入ってこない。国枝課長を見るとこちらを見てニヤニヤと笑っている。俺はどうやらわざと酒をかけられたらしい。酒はな、気に入らないやつにかけてやるもんなんだよ。中卒なんていらねえからさっさと帰んな。中卒の貧乏人なんて本当は誰も歓迎しねえんだよ。かけられたお酒がポタポタと床に滴る中、俺は国枝課長にそう言われ呆然とする。国枝課長は俺が貧乏で高校に行かなかったと思っているようだ。酔って騒いでいる社員のみんなはそんな俺たちのやりとりに気づかず楽しんでいる。国枝課長はその後も俺を罵倒し、だんだんと言われている自覚を持ち始めた俺は思わず叫びそうになった。だがぐっとこらえる。そんなことをしてもせっかくの歓迎会が台無しになってしまうだけだ。俺は国枝課長から離れると無言で歓迎会を抜け出し、こっそり帰ることにした。聞かれた時は適当に言ってごまかせばいいなどと考えて居酒屋から出た時だった。あれ、もしかしてヤマトじゃないか。聞き慣れた声がしてハッとすると、遅れてやってきた社長と店の前で偶然出くわした。高山社長。そう、実は社長はメンサで知り合った高山清隆さんだった。清隆さんが高校に行きたくないという俺を自分の会社に引っ張ってくれたので今の俺があるのだが、国枝課長にはそれを今しがた否定されてしまったんだった。先ほど国枝課長にされたことを思い出して落ち込む俺。高山社長は酒をかぶっている俺を見てとても慌てていた。それ酒か？一体酒なんかかぶってどうしたんだよ。お前の歓迎会は？歓迎会は中でまだやっています。酒はちょっと俺がドジ踏んでしまったのでシャツを取り替えてこようと思いまして。思わずごまかしてしまい愛想笑いを浮かべた俺だが、高山社長は俺をまじまじと見て疑いの目で見ている。それから盛大にため息をついた。お前はやっぱり嘘をつくのが下手だな。よかったら俺に話してくれないか。今度は優しく笑った高山社長。社長と社員という関係になっても変わらないその優しさに俺は思わず泣きそうになった。そして俺は高山社長に訳を話すと、高山社長の指示で今日はそのままキロについていったのだった。翌日会社のミーティングで高山社長は俺の懐刀を紹介しようと全社員に改めて俺を紹介した。それから高山社長が俺を本社に移動させた理由は社長を継いでもらうためだと話した。どの社員よりデザイン能力がありコミュニケーション能力も問題ないと話し、この会社を率いるのに最適だと念を押した。社長自らは違う業界にも手を出したくなってしまったため、この会社はそんな俺に託すことを決意したのだという。俺は高山社長にそんな思いがあったのかと横で聞いているうちに胸にこみ上げるものがあった。みんなにはそのことを分かってもらいたい。反対意見があるのなら俺に言ってくれないか。俺は賛成です。すかさず昨日居酒屋で話し込んだ長谷川さんが挙手してくれた。長谷川さんはそのまま言葉を続け、だって俺の妹が支社で働いてるんですけど、菅野さんにはたくさん助けてもらったって言ってました。俺は昨日の飲み会まで
菅野さんがどういう人なのか直接見てきたつもりです。不服はありません。長谷川さん。私も最近移動してきたとは思えないぐらいテキパキとしてましたし、それにちょっと言いにくいんですけど、菅野さん他の方の仕事まで回されてたのに、それでも嫌と言わず黙々とやっていたんですよね。私だったら文句言ってただろうに、すごいなって思ってました。その嫌がらせをしたのが誰とは言いにくいんですけど。と女性社員がある人にちらりと視線を移した。するとみんな一斉にそちらへと視線を向ける。集まった視線の先には国枝課長がいた。国枝課長は思い当たる節があるのかぎくりとすると、わざとらしく咳払いをし、その場をごまかした。高山社長はそれを見てやれやれと肩を落とす。どうやら反対意見はなさそうなのでな。この話はこれでおしまいにする。みんなありがとうな。これからも菅野のことよろしく頼むよ。皆さん認めてくださってありがとうございます。これからも精進しますので、改めてよろしくお願いします。深々と頭を下げた俺に盛大な拍手が送られ、俺は感極まった。社員のみんなのおかげでもあり、高山社長の手助けがあったおかげだと思う。それじゃこのまま菅野と国枝課長は社長室に来てくれるか。はい。それからミーティングが終わったその後、社長室に呼び出された国枝課長と俺。俺ははっきりと返事をしたが、国枝課長はどこか罰が悪そうにしている。これから高山社長に言われることがまるで分かっているかのようだ。昨日菅野さんにお酒かけたってマジなんだ。よく歓迎会の時にそんなことができたよね。高山社長の知り合いって知らなかったのかしら。菅野さんが中卒でバカにしてたって聞いたけど、だからって社長の知り合いの方に嫌がらせするなんて、きっと知らなかったのよ。だから嫌がらせができたんだわ。私たちにも学歴で偏見しかしてなかったし、ほんと当然の報いね。首確定じゃん。高山社長と一緒に社長室へ移動する際、国枝課長を見てひそひそと話す女性社員たちの声が聞こえてきた。それに反応するように滝のように汗を流している国枝課長はもはや顔色が悪くなっていた。昨日のことは消えている。何のことかは国枝課長わかりますよね。社長室に着いて早々に、そう切り出した高山社長の表情は硬い。対する国枝課長は真っ青を超えて真っ白な顔色で即座に土下座をしたので、俺はその変わり身に驚いた。俺に対してはああだったのに、高山社長を前にするとこんな風になるのかと国枝課長に若干引いてしまった。か、彼が中卒だと聞いていましたので、と国枝課長はなんとか言い訳をしようとするが、ところどころ噛んでいてよくわからない。普段の国枝課長とは全くの別人にも見える。それにしても国枝課長をこんなに伏せてしまうなんて、高山社長が怒るとこんなに怖いんだな。俺は知り合いとはいえ高山社長が怒っている姿を見たことがなかったので、なおさら驚いてしまった。国枝課長、常々から社員を学歴で偏見してきたそうですね。彼の中卒と仕事の能力に一体何の関係があるんだ？
しかしながら社長、さすがに中卒にこの会社を任せるのはどうかと思います。東大を卒業している私ならこの会社をよりよく、彼よりも優秀な人材を集めることができるでしょう。国枝課長は土下座をやめると、まるで息を吹き返したように立ち上がり、苦し紛れにそう言った。高山社長はそれを静かに見ていたが、俺は国枝課長の思いもしなかった復活劇を目の当たりにして言葉も出なかった。それに私が彼に嫌がらせをしてきたと聞いたようですが、そのような事実は全くございません。私は優秀にかまけた彼を指導するべく行ったこと、被害者面をするなんて言語道断です。なのでいかがですか社長、菅野ではなくこの私を社長にするというのは。この後に及んで自分を社長にと言い張る国枝課長だが、高山社長はそんな国枝課長を見て盛大にため息をついた。では君はこれを聞いても同じことが言えるのかね。え？すると高山社長はスーツの中からあるものを取り出した。それはなんとボイスレコーダーだった。おとといの菅野の歓迎会に君と話した社員に忍ばせてもらったものだ。私が依頼したのでな。おそらく俺が帰った後の出来事だと思われる。高山社長と偶然会ったあの後だ。あの時俺に任せろと言ってそのまま俺を帰らせたのはこのことだったのかと俺は思った。でも一体何が録音されているのだろうかと思っていると、国枝課長の様子がみるみるうちにおかしくなっていく。振り出しに戻ったかのようにまた顔を蒼白にさせていた。高山社長はそんな国枝課長の反応を見てにやりと笑った。その様子だとご自分が何を発言したかご存知のようですね、国枝課長。いや、しかしあれは。言い訳の前に今一度ご自分が発言されたことを振り返ってもらいましょうか。そう言って高山社長がボイスレコーダーの電源を入れて再生ボタンを押した。まず最初に聞こえてきたのはガヤガヤと社員のみんなが楽しそうに話す声だった。それから国枝課長と長谷川さんと思われる会話のやりとりが聞こえてきた。国枝課長、菅野さんの姿が見当たらないんですけど知りませんか？あいつなら俺に避けかけられて逃げてったよ。まったく俺と話そうなんて10年早いわ。え？菅野さんにお酒かけたんですか？それってやばくないですか？正当防衛だ。しつこく話しかけようとしてきて、だからやったんだ。普段から俺の仕事を押し付けてやってきたのに、それでもヘラヘラして近づいてきたんでな。全く聞いてなくて余計腹が立ったわ。おっと、俺が菅野に嫌がらせをしたなんて社長に言っても無駄だぞ。証拠なんて出てきやしないんだからな。肝に銘じておきます。録音されているとも知らないで喋る国枝課長と、最後はそそくさと国枝課長から離れていく長谷川さんが目に浮かぶような会話がそこには繰り広げられていた。高山社長は長谷川さんが録音したものを一部始終流し終えると、ボイスレコーダーの電源を切った。以上が歓迎会であなたが発言された一部始終です。居酒屋さんに防犯カメラの映像を提供してもらえれば、あなたが菅野に酒をかけた映像も出てくることでしょう。警察に突き出す前に、私は穏便に済ませたいのですよ。国枝課長。
すみませんでした。高山社長。威圧感のある高山社長の発言にもはや反論する気がなくなったのか、諦めたように再び土下座をした国枝課長。しかし高山社長に、謝る相手が違うでしょうと一喝されてしまうと、国枝課長は俺の方に今度は土下座し、すみませんでした菅野さんと謝ってきた。それができるなら言い訳せずに最初からしてほしかったと思った俺だが、これ以上はなんだか国枝課長が気の毒に思えたので何も言わなかった。だけど国枝課長がやったことは許されることではない。あなたは自分が菅野よりも優秀な人材を集められるとおっしゃっていましたが、私はそうは思いません。あなたのような学歴で偏見をする人物に果たして優秀な人物がついていくでしょうか。愛の無知だと歌い嫌がらせを平気で行うことが上のするべき行動でしょうか。少なくとも私はそうは思わない。即刻そんな者がいる会社は辞めていると思います。菅野はあなたの嫌がらせを耐えてきたに過ぎない。おおっしゃる通りでございます。私は社長である立場ゆえ、こういう嫌がらせに気づいた場合、あなたには直ちに叱るべき対応を取らせていただきます。学歴で人を判断するやつはうちの会社で出世はないと思え。最後はドスの聞いた声で国枝課長にそう言った高山社長。国枝課長はなすすべもなくうなだれてしまった。そして国枝課長は間もなくして地方の支社に平社員として左遷されたのだった。実は高山社長はギフテッドだった。ギフテッドとは同世代の子供よりも先天的に高い能力を持っている人のことで、特定の学問や芸術性、創造性、言語能力などにおいて飛び抜けて高い能力を持っている。高山社長は数学系を特に得意とし、俺と同じで小さい頃はなかなか周りと馴染めず苦労してきたそうだ。頭がよく周りからはそれで疎まれてしまい、授業までつまらない日々を過ごしてきたらしい。そんな高山社長が大学在学中に立ち上げたのが今のデザイン会社だ。会社をやるようになって初めて自分の力を思い切り出すことができるようになって生きがいを感じられたのだという。俺を高山社長の会社に誘ったのも孤立する俺の姿に昔の自分を重ね合わせたからというのもあったとか。だからなんだかお前のことはほっとけなくてな。国枝課長のことはお前に嫌な思いをさせてしまって本当にすまなかった。いえ高山社長のせいではないですし、それに頭を上げてください。社長が部下に頭を下げるなんて。数日後、変わらず職場で働く俺の様子を見に来た高山社長に国枝課長のことで謝られると、慌てて俺はそれを辞めさせた。国枝課長は俺の部下でもあったし、お前にはいろいろと迷惑をかけた。それに俺はもう社長ではなくなるのでな。いつものようにまた清高と呼んでくれないか。清高さん。どこか寂しそうに清高さんはそう言った。清高さんが社長になってからは自然と高山社長と呼んでいたが、俺たちがメンサで仲良くしていた頃はお互いのことを名前で呼び合っていたので、まるでそれを取り戻すかのようだった。これからも会社をよろしく頼むぞ、大和。静かに清高さんを呼んだ俺を見て、そう言った清高さんは懐かしむように、そして嬉しそうに口元を緩めて笑ったのだった。
俺は無事デザイン会社の社長職を清高さんから継いだ。清高さんが会社を起こしてから自分の力をのびのび発揮できるようになったのと同様、俺も清高さんに出会ってから人生が楽しくなったのを昨日のことのように思い出す。才能を隠したりしなくても阻害されない環境という幸せが俺に生きがいを与えてくれた。俺もギフテッドだが、清高さんと知り合うことで世界をも楽しく思えた。清高さんは今度はマーケティングの会社を立ち上げているらしい。お互い才能を存分に生かして元気にやっているのだった。俺は時折デザインも自ら行いながら社長業に邁進し、会社の業績も上々だった。昔だったら考えられないことだが、社長交流会などでもいろんな人と名刺交換してつながりを広げている。そんな俺に社員たちもついてきてくれていた。国枝課長がいた頃はみんなには随分とお世話になったので、むしろ頭が上がらないくらいだ。そして俺は内気だった自分に転機を与えてくれた清高さんにはもちろん、メンサにも感謝している。時折会員向けイベントを主催し、若き日の自分と同じような悩みを抱える会員の相談に乗ったり、交流の場を設けたりしていた。人間、能力があるのはいいことだが、人間性も磨いていかないといけないな、と強く思うのであった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。部署を挙げての大プロジェクト。この日のために全社員はそれぞれできることを全力で取り組んできた。もちろん僕もその一人である。しかしいざ当日、大事な会議の場で信じられない出来事が起こった。僕の席だけが用意されていないのだ。何度確認しても座席表に僕の名前はなかった。そこにふらっと課長が現れる。そしてニタニタと笑いながら、一流大卒じゃないやつの席はない、高卒は論外、と言った。いつも僕を見下している課長である。この人は僕のことを何も分かっていなかった。もう我慢の限界、口を開こうとした時、僕より先に重たく凍りついた空間を打ち破ったのは、なんと彼の上司でもある部長だった。僕の名前は小林修也、25歳、男性。今日は僕のこれまでの人生のお話を少ししたいと思う。僕の人生は一言で言えば少しみんなとは違っていた。とはいえ、生まれたのはごく普通の家庭である。楽天的でおおらかな性格が印象的な父親と、元気いっぱいで笑顔が絶えない母親の間に生まれた一人息子。子煩悩だった両親の中で、僕はたっぷりの愛情をもらいながらすくすく育っていた。自由にをモットーに生きる両親のもとで、僕も等身大の自分で生活できていた気がする。そんな幸せだった生活が一転したのは中学生の時だ。僕が中学3年生になったばかりの春、突然両親が他界したのだ。当時2人はとある旅行で海外に行っていた。場所は海外のある場所で、山からの景色の美しさが有名な観光名所。その山を登ることを試みた2人だが、悲運なことに急な天気災害に見舞われてしまったのだった。ただでさえ足場の悪い山道、そこに暴風雨が相まってさらなる土砂崩れを引き起こしたということだった。その山には何十人という人が登山していたようで、怪我をした人は多くいたのだが、命を落としたのは3人。
そのうちの二人が僕の両親だった。仲の良かった両親のことだ。きっと二人で手を取り合いながら登山に励んでいたに違いない。こんな悲劇が待っているなんて梅雨にも思わなかったことだろう。今でもその時の両親の無念さには胸が痛くなるものだ。当時13歳だった僕は、この訃報に言葉にならないほどのショックを覚えた。当然のことだろう。最愛の両親を一瞬にして亡くしたのだ。その日を境に両親のぬくもりを感じられなくなった僕は、何日も何日も泣き続けた。しかし責める相手はどこにもいない。それは天災がもたらす非情さだった。そんなことで両親を亡くした僕、そこからおばあちゃんと二人で暮らすことになった。このおばあちゃんは母方の祖母である。親族の中で一人ぼっちになった僕を誰が引き取るかの話し合いになったとき、真っ先に名乗り上げてくれたのが彼女だった。もともと僕はこのおばあちゃんにとても可愛がられていたのだと思う。それもあって僕自身もとても懐いていた。たまに遊びに行ってはいつもお菓子やおもちゃを買ってくれた優しいおばあちゃん。その優しさは一緒に暮らし始めても健在だった。いや、むしろ与えてくれる愛情はますます大きなものになっていたような気がする。亡き両親の代わりに僕が寂しがらないようにいろいろ手を尽くしてくれたのだ。引き取られてからというもの、僕はこうして大切に大切に育てられていたのだった。しかし、祖母との二人暮らしはそんなに甘いものではなかった。まず何より経済的に余裕がなかったのだ。祖母は年金生活を送っている人。そこで食べ盛りである少年を育て上げるとなると、生活はかなりきついものとなっていた。中学生の僕でも、そんな事情はなんとなくわかるもの。だから僕は祖母の負担を減らすためにも、高校生になるとすぐにバイトを始めたのだった。近所のカラオケ屋のバイトや、スーパーの品出しのバイト、放課後や休みの日は、本当にバイトに明け暮れていた。それが原因で勉強はあまりできなかったと言いたいところだが、それは違う気がする。もともと勉強があまり得意ではなかったのもあり、当時の僕の成績は下から数えた方が早いくらいだった。そういった理由で僕の高校生活は大忙しだったわけだが、大学進学は学力面でも経済面でも諦めざるを得なかった。それに個人的にも早く自立しておばあちゃんを楽させたい気持ちが強かったから、それでいいという気持ちだった。こうして高校進学後、僕はとある食品関係の会社に就職した。そこでは営業部に配属されたのだが、この会社がまたひどくブラックな世界だった。バイト経験もあり、仕事への対応は早いと自負していたのだが、この会社では全く意味をなさないのだ。詳しく言うと、そこで必要とされているのは厳格な縦割り関係だった。上司がしろと言ったことは絶対。そこに会社としての一体感はなく、所属する部署だけがうまくいけば、あとはどうでもいいような感覚の世界だった。もし他の部署のことを考えて行動しようものなら、無意味な行動と揶揄されてしまう始末。そんな縦割り社会だからこそ、僕にはすこぶる相性が悪かった。何でも部署内だけの都合を考えて働いてしまうことで、視野はどんどん狭くなってしまうのだ。働いていてもやりがいはなく、会社の一社員として頑張ろうと思っていた心意気は、みるみるうちに失われていった。その結果、入社して3年で僕は退職をした。ストレスがたまる職場で我慢しながら生活するよりも、好きなことをしながら自由に働きたいと思ったのだ。勉強はできなかった僕だけど、唯一英語だけは得意だったので、
趣味として勉強を続けていた語学を生かして、フリーとして細々と仕事をしていくことを決めたのだった。そんなある時、僕の自由な生活に変化が起きた。なんと今までお世話になり続けていた祖母が病気で入院したのだった。それにより生活は再び一転する。入院費やその他諸々の経費がかかり、貯金が大きく崩れ始めたのだ。こうなると祖母のためにも安定した収入が必要である。フリーで働いていた僕は改めて会社に入って働くことを決意したのだった。とはいえ、再就職となると面接から合否まで比較的時間を要する作業になるだろう。ひとまず僕は今持っているつてを最大限に活用することにした。するとちょうどフリーの仕事関係で出会った人脈があり、その人経由で大手商社に入社することができたのだった。こうして安定した仕事に就いたことで、生活も充実したものになることだろう。おかげで祖母の看病に専念できるので安心感でいっぱいになった僕なのであった。そして出社初日、障害部に配属された僕は人事部長に案内されて、直属の上司になる人のところに挨拶をしに行った。上司になる人は、加藤幸宏という名前の男性。背が高く、いかにも課長風貌の似合うかっこいい大人の男性だった。いかにも仕事ができる感じは、テキパキと言葉を発するところから来ているのかもしれない。正直言って、挨拶したこの瞬間、彼に対する印象はとても良いものだった。この課長の下で働けるのならすごく嬉しい。そんな気持ちが大きかった。しかし、その印象は人事部長がいなくなった時にガラッと変化する。加藤課長は人事部長が去った後、改めてこちらを向き直りながら、ところでさ、君の出身大学はどこなわけ？と聞いてきた。思いもよらぬいきなりの質問に、え？と驚く僕。どうやらこの会社では同じ大学出身者で派閥があるとのことだった。とはいえ、高校卒業とともに就職の道を選んだ僕には出身大学というものは存在しない。僕は素直に高卒なんですと答えた。僕の回答を聞いた加藤課長はあからさまにぎょっとした表情を見せる。そして、高卒？それでよくうちの会社に入れたな、とゲラゲラと笑い始めた。あまりのバカにしたような態度を取る加藤課長にムッとなる僕。この時にはもうすでに初めに感じたようなスマートさはなく、ゲラゲラ笑いながら人を見下す下品さにあふれていた。しかしこれが日本の会社なのかもしれない。そう思うと改めてげんなりするしかなかった。そんなこちらの気は知れず、俺は T 大出身なんだぜ、じゃあなきゃ障害部なんて重要な部の課長にこの年でなれないんだぜ、という加藤課長、どうやら自分がエリートであることを自慢したいようだった。僕は適当に相槌を打ちながら彼の話を聞いていた。黙って聞き入れる僕を相手に、加藤課長はさらにますますヒートアップしていく。そしてついに、高卒でどうやって潜り込んだか知らないが、まあ一生平社員だな。それどころか、障害部で一番の下っ端決定だよな。お疲れさん。せいぜい頑張るよ。と言いながら肩をトントンとしてきた。とことんバカにされたのを痛感する。事実彼は僕のことを見下して鼻で笑っているのだ。僕はこんな人が蔓延する会社なのかと思うと、今すぐにでも辞めたくなった。が、祖母が退院するまでは辞めるわけにはいかない。今だけは耐えよう。そう思い直してぐっと我慢したのだった。それからというもの、僕は加藤課長の雑用ばかりをさせられることになった。資料をまとめて制作したり、片付けを頼まれたり、会議室のセッティングを頼まれたり、簡単だが
膨大な量の仕事が毎日与えられるのだった。しかし、いくら嫌だと思っても、相手は上司。部下で新人である僕は受け入れるしかなかった。ほどなくして、僕たちが所属する障害部はものすごく忙しくなった。というのも、海外向けの新規事業が立ち上がることになったのだ。新プロジェクト立ち上げに伴い、部署内は盛り上がりと忙しさで混沌とした現場になった。そんな中で、僕の仕事ももちろん忙しくなっていくもの。しかし、その内容はというと、何百部というコピー作業や、資料の冊子の作成といったもの。それらは今までなら外注していたようなことばかりだった。その指示を僕に与えてくるのはもちろん加藤課長である。意図的に面倒くさい仕事ばかりを集めては命令する彼だが、忙しそうに働く僕を見て臆そえんでいるのだった。これは後から聞いた話なのだが、どうやら周りにはちょうどいい下僕ができたんだ。と言っていたらしい。まるで憂さ晴らしをされているかのような非常な仕事ばかりだった。ただ僕としてはこれらの仕事が嫌でたまらないというわけではないのが実際のところだった。そりゃ舐められてるなとか嫌がらせをされているなっていうのは感じるから精神的にはしんどいところがあったのだけれど、新規事業の資料のすべてに目を通せることはありがたいことだった。コピーを押し付けられる傍ら、何気に全資料に目を通し、内容を頭に叩き込んでいったのだった。そんなある日のこと、いつものようにコピーしていると、僕はある箇所で目が留まった。違和感を感じたところをよく見てみると、どうやら翻訳をミスしているようで、実際とは全く違う意味合いの資料となっていた。そこは、規約にも絡む重要事項の一つである箇所。このまま資料を作成してしまうと、新事業に大きな影響が出るかと思われた。僕はすぐさまそのミスを加藤課長に報告した。ここの翻訳、間違ってる気がします。ため息をつきながらこちらを向く加藤課長。しかし彼は、何言ってんだよ。高卒の言うことなんて当てにならないから黙ってろ。聞く耳を持たなかった。でも何度見ても確実に間違っているのだ。プロジェクトのためにも僕は諦めずにその旨を彼に伝え続けた。すると最初はまるで信じていない様子だった加藤課長だが、読んでみると確かに間違っていることに気づいた様子。じっと舌打ちをしながら資料を作成した部下を呼びつけた。そして今度は大きな声で彼を叱責する。高卒に指摘されるなんて恥だぞ。彼の怒り方は絶妙に僕をけなしながらであった。そのことにイラッとしたものの、あまりに大声で他の社員の前で怒鳴りつけるものだから、僕はだんだん制作者である社員の人に申し訳なくなってきていた。叱られている本人である社員はあまりの叱られっぷりに今にも泣き出してしまいそう。それを見た僕は、これからはこの人に間違いを報告するのはやめた方がいいのかもしれない、という気持ちでいっぱいになった。そう思った僕は、それ以降、ミスや間違いを見つけても、加藤課長には報告しないで、担当者に直接言うようにした。その時初めて分かったことなのだが、この会社で僕を見下していたのは加藤課長だけだったようである。間違いを教えてあげるとみな、すぐに確かめて直してくれて、その後にはしっかりお礼を言ってくれるのだ。その対応で嫌な感じを覚えることは一度もなかった。そうしているうちに、だんだん障害部の中でも変化が起きていった。誰が言い始めたのか、僕が優秀だという噂が部署内で生まれつつあったのだ。しかし、加藤課長だけは変わらず僕を見下し続けている。それがわかるからこそ、誰一人としてその噂を彼に伝えようとはしなかった。それでも次第に、障害部の面々は僕を頼りにしてくれるようになっていった。とはいえ、それらの行動は全部加藤課長に隠れてこっそりである。もしそんなことをしているのがバレた暁には、
次の嫌がらせのターゲットは自分になるかもしれないのだ。普段から加藤課長の僕に対する態度を見ていたら、そうなるのも無理はなかった。それでも他の社員たちは皆僕に対して、新事業の立ち上げでただでさえ忙しいのに有能な人材を無駄にするなんてもったいない話だよと言ってくれる。たとえ隠れてであろうと、きちんと評価してくれる人がいることが僕には嬉しくてたまらなかった。こうして部署内では少しずつ僕の居場所が構築されていった。同僚たちと一致団結して加藤課長にバレないように協力をし合う。いつしか社外でも飲みに誘われたりと、プライベートも充実する日々となった。僕は今までフリーで一人仕事をしていたので、チームでの仕事に新鮮さや楽しさを感じる毎日である。僕は次第にこの新規事業が楽しみになっていった。そしていよいよ、新規事業始動のため、部署では新規プロジェクトの会議が行われることになった。これは社長をはじめ重役や関係各部の担当者も出席する大規模な会議である。それに伴って担当部署である障害部はどんなトラブルにもすぐ対応できるように全員出席とのことだった。この日も加藤課長の指示で僕は会議の準備をしていた。しかしこの規模の会議である、制作する資料だけでもいつもの何倍もの数なので、一人でこなすにはかなり骨が折れる作業だった。それでもやらないわけにはいかない。僕は黙って黙々と作業を進めていた。するとそこに数人の同僚が集まってくる。なんと加藤課長に隠れてこっそり手伝ってくれるというのだ。しかもいつもお世話になってるんだからこれくらい当たり前だよと言ってくれたり、こういう作業は本当はみんなでするもんだからな、いつも任せてばっかりでごめんなと言ってくれる同僚たち、その言葉に目頭が熱くなった僕は嬉しさで胸がいっぱいになった。部署とは一つのチームである、当然のことだが改めて感じた瞬間だった。そうするうちに準備が整い、席次表に従って次々と着席していく出席者たち。なんとか時間までに準備を終わらせられたことにほっとしながら、僕も自分の席に座ることにした。しかし、席次表を確認しても、そこには僕の名前が書かれていないのだ。見落としたのかと思った僕は何度も何度も席次表に目を落としたが、どこを確認してもやっぱり名前はなかった。全員参加だと聞いていたのに、なぜ僕だけがないのだろうか。意味がわからず立ち尽くす僕。そこへニヤニヤとした笑みを浮かべながら加藤課長が近づいてきた。そして、一流大卒じゃないやつの席はない。ましてや高卒なんて論外だろう。と言って改めて僕が出席できないことを告げてきた。何も言えないでいる僕に対して課長はさらに、早く出て行けと捨て台詞を吐く。全員参加だ、必ず出るようにと言われていた会議だっただけに、僕はどうしたらいいのか分からずに立ち尽くすしかなかった。それでも、早く出て行け、目障りだ、お前がいなくても変わらないんだよ、むしろ格が下がってしまうだろうと執拗にまくし立てる加藤課長。もちろんその現場は他の社員や同僚も見ていたが、あまりの剣幕に誰も声をかけられるような状況ではなかった。どうしよう、ひとまず去った方がいいのだろうか。思わず足が後ろを向きかけたその時、一人の男性が加藤課長の後ろから現れる。そしておもむろに口を開いた。誰も割って入ることができないような状況。それを破ったのは、なんと障害部の部長だった。部長は加藤課長を素通りし、僕に近づくとにっこりと笑う。そして周りに聞こえるような大きな声で、君のおかげで新事業を始動することができた。本当にありがとう。と言った。突然の部長の言葉に驚く加藤課長。
数秒フリーズしていたが、言葉の意味を理解したのか。どういうことですか?と真っ青な顔で問いかけた。そんな彼に部長はいぶかしげな顔をしながら口を開く。どういうこととはどういうことだ?小林くんから何も聞いていないのか?そう。彼は僕のことを何も知らなかったのだ。話す機会はいくらでもあった。もちろん僕も話すつもりだった。しかし彼は会ったその日から僕のことを見下しており、全く聞く耳を持たなかったのだ。説明もできないままこの日を迎えたのだった。でも彼は僕の何を知らなかったのかというと、それは僕が世界中に知り合いや友人がいるということに起点する内容である。これは元をたどれば両親の話に巻き戻る。僕の両親は実はバックパッカーだった。バックパッカーというのは、リュックサックだけを背負って旅をする人のこと。彼らは若い頃、バックパッカーとして世界中を旅して回っている途中に、とある外国で出会ったのだった。そこで二人は意気投合。恋人となり、一緒に旅するようになるうちに、子供を授かり、南米で僕が生まれたのだった。しかし両親は共に開放的な性格であったようである。あまり結婚にはこだわらないという人たちだったので、僕の両親は未入籍のままだった。また、バックパッカーという趣味を持つ人間なので、二人とも日本でバイトをして、お金が貯まったら海外に行くような人。なので、僕が生まれた後も、小さな僕を連れて海外をあちこち旅していた。そのせいか、僕は幼いうちから旅に慣れるように。初めての海外一人旅は中学1年生の頃だった。はじめは2日から始まり、回を重ねるにつれ、行く国も、期間も伸びていくもの。その中では危険な目に遭ったことがあるが、いつしか僕自身もバックパッカーをやめられなくなっていた。その結果、世界中に友人や知り合いがいるという現状が生まれたのだった。バックパッカーだった両親や自分自身が旅した時に出会った人たち、中には会社を経営していたり、重役だったりと社会的地位の高い人もいたのだった。とはいえ、祖母に引き取られた時には生活は一旦落ち着いていた。祖母は海外で娘を亡くしたことがショックで、僕の旅にいい顔をしないようになっていた。もちろん僕も祖母の気持ちはよくわかる。だから長期の旅は諦めていたが、なんとか説得して短期の旅だけは認めてもらっていた。少ない期間、数日であちこちを旅していたのだった。バックパッカーである両親の友人たちは、二人の子供である僕のことをとても可愛がってくれている状況。まさに僕は世界中に親代わりがいるような状態だった。僕は祖母に許してもらっていた短期の旅行で、その人たちの元を訪ねては交流を続けていた。前職を辞めた後は時間にも余裕ができたので、短期旅を何度も繰り返していたものだ。その中でいろんな出会いがあり、新しい友人がたくさんできていた。世界の人たちは皆とても優しくて、帰る時には決まって、何かあったらすぐに声をかけてね、どんなことでも手伝うからね、と言ってくれた。それは決まり文句なんかではない。お互いに慕い合い、離れていても友人という気持ちからなる心からの声だというのは僕から見ても明らかだった。今回の海外向け新規事業では、彼らのそんな言葉が具現化されたもの、つまり僕の数々のパイプが大きくものを言っていたのだった。ところで、会社勤めを求めていた僕に、海外に向けた人材が欲しいからぜひ来てくれと声をかけてくれたのも部長である。部長も若い頃、少しの間バックパッカーとして世界を旅していたらしい。そこで両親と知り合い、日本でも連絡を取っていたとのことだった。両親が亡くなった時も、もちろん彼は葬儀場にも来てくれた。それからは友人の息子である僕と
交流を深め、また僕自身の語学力を高く評価してくれていたのだった。こうして彼のスカウトにより、この商社に就職することができた僕。それからは会社に恩返しができるように、様々な面において尽力した。そんな中で立ち上がった海外向けの新規事業。僕は持てる人脈を駆使して、海外の知り合いの事業家たちに声をかけて回った。もとより、この新事業は先方にも悪い話ではないので、皆笑顔で快諾してくれた。中には、こうして、遠く離れた友と仕事を通して一緒になることができて光栄だよ、と言ってくれた人もいた。お互いにウィンウィンな関係を築くことで、僕たちの縁もさらに固いものになっていた。会社側としては、僕には海外の顧客を紹介してもらっているというスタンスでいたらしい。なので、部長は今回の事業において、僕を最重要人物として扱っていた。もちろん、会議に出ないなんてことは言語道断な話だった。そんな事実を知って、顔面蒼白になる加藤課長。状況を知った彼は、今度は、なんで黙ってたんだと僕に詰め寄ってきた。しかし、もう僕も黙ってはいられない。しっかりとした声で。話そうとしても、私の話を聞かなかったのは課長ですよね。反論した。それでも不満げに何かを言いたそうな課長。そんな様子を見て何かを悟った部長は。とりあえず会議だ。加藤課長の言い分はその後にじっくり聞かせてもらおう。と言って、僕を自分の席の隣に座らせたのだった。そうして、ごたごたがあったものの、ひとまず落ち着き、会議がスタート。しかし、進行役であった加藤課長は、先ほどのダメージが消えないのか、まともに進行できずに、あたふたと混乱しているのが治らなかった。このままでは、会議がまともに進まない。最悪の場合、新事業に支障が出てしまう。そう思った僕は、真っ先に彼をフォローし、会議の進行を助けた。本来なら、普段は雑用しかさせてもらっていなかったから、会議を進めるなんて無茶な話である。しかし、連日のコピーや同僚たちからの情報で、内容が頭に完全に入っている僕には、造作もないことだった。そして、なんとか会議が終了。ぞろぞろと参加者が会議室を後にする中で、そのまま残っていたのは、僕と加藤課長と部長の3人だけだった。三人とも誰も言葉を発さず黙っている。重たく緊張感のある空気がそこには流れていた。息が詰まるような空間で真っ先にアクションを起こしたのは加藤課長だった。彼は落ち込んだ顔をしながらも、まずこちらを向き、さっきは補助をしてくれてありがとう、と言った。なんとあの彼が会議の進行を助けてくれたことに対して、素直に僕に感謝したのである。今までの彼の言動からは考えられないこと。僕は衝撃で目を丸くさせながらも、いえいえ、とんでもないです、と言った。それに対して部長も口を開く。小林くんのおかげで、障害部のメンツが保たれたよ。ご苦労様だ。これからも期待してるからな。身に余る評価をいただいてしまい、気恥ずかしくなってきた僕は、僕がしたことは大したことではないんです。部署内での全員の働きですよ。と謙遜した。それでもお褒めの言葉をくれる部長。僕はただただ照れるしかなかった。そんな中、改めて加藤課長が立ち上がる。そして衝撃の行動に出た。なんと僕の方を向いて頭を下げてきたのだ。それどころか苦しげな声で、申し訳ない、と言った。今まで高卒と馬鹿にしてきてすまなかった。君は有能な上に会社に有利なパイプも世界中に持っているようだな。自分なんかよりよっぽど会社に有益な人物だったなんて、私は何も分かっていなかったようだ。申し訳ない。その言葉を受けて僕も改めて彼に向き直る。そして、確かに僕は高卒です。それでも世界中を旅して築いてきた人間関係、
フリーでしてきた仕事の経験があります。それは自分の財産みたいなもので、それは誰にも負けません。でも、反面、T 大学に入学する学力がないのもまた事実でした。きっと僕には逆立ちしても手に入れることができない称号だと思います。だから、勉学において私はあなたには勝てません。僕がすごいわけではなく、お互い良いところがあると思って、これからは仕事をしたいです。と言った。考えるまでもなく、スラスラ出た言葉。これは僕が心から思う本心だった。そんな僕の言葉に部長も続く。確かに、加藤課長は人を経歴や肩書きで判断しがちだ。そこは私もどうかと思っていた。でも、いいところもたくさんある。仕事に対する能力はさすが T 大卒だけあって高いものだ。部下たちは皆君を信頼しているんだぞ。それを裏切るようなことをしてはいけない。もちろん私も多大な信頼を置いている。そうでなければ課長になんて任命しないさ。あははと笑う部長と、それにうなずく僕と、涙目になる加藤課長。そんな中で部長が、これからはもっとお互いに協力し合って新規事業を成功させようじゃないか、と言った。顔を見合わせた僕たちはお互いにうなずき合いながら初めて手を取り合ったのだった。こうして双方の間に広がるわだかまりは完全に解消した。そのおかげで部署内の結束力も格段に上がっているように思う。数ヶ月前からは考えられないくらい気持ちの良い社内環境が構築されていた。また、社員全員が一丸となり取り組むこととなった新規事業は、好成績で発信し、すでに黒字間違いなしの数字を叩き出している。これに関しては、初めこそ僕のパイプが物を言っていたのかもしれないが、交渉に関しては、障害部の功績が大きい。加藤課長は精力的に指揮を取り、さらなる黒字へと目標を掲げて邁進しているのだった。それに、障害部の皆もついていっている印象。お互いを高め合いながら、一丸となって協力することで、職場は活気に満ちていた。それに加えて、もう一つ朗報が届いた。嬉しいことに、祖母の病状が快方に向かい、もうすぐ退院することになったのだ。はじめは、祖母が入院している間は安定した仕事につき、回復して退院する頃にはまたフリーで働こうと考えていた。それが僕の性に合っているような気がしていたのだ。しかし、今の僕はもう少しこの居心地の良い会社でチームの一員として仕事をしたい気持ちが強い。やりがいもあり、メンバーにも恵まれたこの職場。僕にできることはまだまだある気がする。だから僕は今日も海外の顧客にアポを取るための交渉をしている。僕たちの働きがそれぞれ実を結ぶことを願って。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。席料含めて50万。払ってもらわなきゃ困るんだよ。店員が怒鳴り声を上げる。俺は親父にごちそうしようと初ボーナスで連れてきた炉端焼きの店でぼったくりに会っていた。50万って明らかにぼったくりだろう。そんなに言うならヤクザ呼んでやるからそこでおとなしく待ってろや。店員がおもむろにスマホを取り出す。しかしその瞬間、こちら側で親父のスマホが震えた。もしもし、どうした？店員の顔がみるみる青ざめていく。それはそうだろう。ヤクザにかけたはずの電話が、ぼったくりで金を巻き上げようとしている客につながったんだから。この店員は、俺の親父の正体を知り、どん底に落ちるのだった。俺の名前は片倉健人。都内でも名の知れた大学の4年生だ。
来年からは大手の広告代理店に就職も決まっていて、単位も一通りは揃っている。あとは卒論を仕上げれば大学生活も上がり、最後のモラトリアムを楽しませてもらっているところである。俺の家はかなり裕福な方で、これまで海外旅行に何度も行かせてもらったり、車を買ってもらったりと、親父にはいい思いをたくさんさせてもらってきた。だから大学を卒業して就職したら、まずは親父に恩返しをしたい。俺は小さい頃からずっとそう思ってきたけれど、やっとその願いが叶えられる日が近づいてきたわけだ。親父も俺がそう考えていることを知っていて、俺がご馳走する時が来るのを楽しみにしてくれていた。大学4年生も後半になると、研究室で卒論を書き上げるだけでなく、内定先の広告代理店にもしばしば通うことになった。その広告代理店では内定の決まっている学生が4年生の後半からアルバイトとして採用されて、見習いのようなことをしたり研修に参加したりするのが習わしになっている。ご多分に漏れず、俺たちの代もそれを継承したというわけだ。俺は昔から人当たりがいいと言われていたが、会社でもそれが功を奏したようで、アルバイトのうちからたくさんの先輩社員に声をかけてもらえて、可愛がってもらえるようになった。これも親父のところにたくさん部下が来て、小さい頃から大人との関わりに慣れているからだと思う。親父には本当に感謝してもしきれない。正式に入社してからも、先輩たちは相変わらず俺を可愛がってくれた。毎日いろんなことを教えてもらえて、順調な滑り出しと言えると思う。営業としての入社だったが、営業成績は同期の中でいつも1、2を争える位置にいた。さて、俺とその1、2をいつも争っているのは加藤というやつだった。加藤はいつもチャラチャラとしていて、喋り方も雑なところが多く、先輩から注意を受けることもしばしばなのだが、何せ口がうまい。その口のうまさで大きな契約を取ってくることも多く、小口の契約を重ねることが多い俺とは正反対のやり方で営業成績を上げていた。俺としてはチャラチャラして新入社員のくせに、遅刻を繰り返すような加藤には負けたくないと思っていたのだが、どうやら加藤も俺のことをライバル視しているようなのだ。あんな金持ちのボンボンに負けてどうすんだよ。ある時トイレで別の同期にそう言っているのが聞こえてきたのだ。営業成績は自分自身の力で上げているものなのに、金持ちのボンボンがって思われていたのかと思うと、なんだか悔しくて、俺は何としても加藤には負けまいと決意を新たにするのだった。ところで加藤には一つ黒い噂があった。それは裏社会の人間とつながっているというものだ。何でも裏社会の人間が表社会でやっている店舗に営業に行って、広告を契約してもらう代わりにキックバックを渡しているというのだ。本当だとすれば、当然真っ当な営業の仕方ではないし、ライバルとしてそんな噂は信じたくはない。しかし確かに加藤の契約は本数はそんなに多くないが、一本の金額が大きいものが多く、噂が立つのも理解はできた。上下関係をあまり大切にしない加藤の様子を見ていると、裏社会に通じているというのは少し疑問も残ったが、もしかしたら半グレに知り合いがいるのかもしれないなとは思った。
どちらにせよ俺は真っ当な営業で加藤に勝ち、同期の中の首位をキープできるようにするのみだ。入社して初めての冬、俺たち新入社員も会社からボーナスをもらった。夏のボーナスは寸志だったので、今回が初めてのちゃんとしたボーナスであり、やっと親父を食事に連れて行ける。本当なら初任給で親父を食事に連れて行こうと思っていたのだが、親父から初任給は自分自身のことに使えと言われてしまったのだ。その上、これが窮屈になるくらい稼げるようになれよと財布までプレゼントされてしまった。親父をどんなお店に連れて行こうか。これまで連れて行ってもらったたくさんの飲食店の記憶がちらついて迷ってしまう。親父が連れて行ってくれるような良いお店にはなかなか連れてはいけないが、俺のご馳走できるお店の中でできるだけいいお店に連れて行きたい。しかも親父はヘビースモーカーだ。このご時世、席で喫煙ができるお店はそんなに多くない。喫煙ができて少しこじゃれた居酒屋をと思うと、なかなかお店を選ぶことができなかった。そんな時、加藤から、喫煙できるいい店があるぞと一軒の居酒屋を紹介された。それはこの夏にできたという炉端焼きのお店で、加藤は仲間と行ってきたばかりらしい。その時の SNS を見せてもらったが、なかなか料理も美味しそうだし、雰囲気も良さそうだった。予定よりも少し価格帯は高かったが、払えない金額ではない。こんないい店知ってるなんて、さすがチャラ男だなと思いながら、俺はそれ以上調べることはせずに、その炉端焼きのお店を予約した。約束の当日、親父とお店に行くと、奥の個室に通された。炉端焼きのお店なので、せっかくならカウンターの方がいいかなと思い、店員に尋ねてみたところ、カウンターはカウンター席を指定している予約客でいっぱいなのだそうだ。個室チャージ料はなしで結構ですのでと言われ、まあそれならと思い個室に入った。料理はどれも美味しく、親父も喜んでくれた。ケントも立派な男になったなあ。広告代理店勤務か。ついこの間まで制服を着ていたのにな。いや、ランドセルを背負っていたか。酔って満足そうな親父がそう繰り返しては笑うのが、俺はとても誇らしかった。しかし料理を堪能した後、店員に渡された会計伝票を見て、俺は青ざめた。なぜなら、読み間違いでなければ、そこには50万円と書かれていたのだ。俺も酔っているのかと思い、目をこすってもう一度見てみるが、やはり総額50万円の文字。料理の値段は少し高めとはいえ想定内だったのだが、席料が30分10万円に、個室サービス料で 50% 増し料金、その他にもお通し代が5万円と法外な金額が書かれていた。席料含めて50万払ってもらわなきゃ困るんだよ。戸惑った顔をした俺に店員が怒鳴り声を上げる。50万円って明らかにぼったくりだろう。固まる俺を見て親父が伝票を取った。これどう見てもおかしいだろう。いや、正規の値段ですよ。これがうちの値段なので。いや、料理代はこれで間違ってないかもしれないが、席料の設定がおかしすぎるだろう。もう一回確認してこい。あ、席料はカットでしたね。書き直してきます。悪びれた様子もなく、店員が伝票を書き直してくる。
修正された伝票を見たが、席料がなくなっても10万円という金額が書かれていた。まだおかしいだろう。お通しの枝豆が5万円なんて話、まっとうな居酒屋では聞く金額ではない。そんなに言うならヤクザ呼んでやるから、そこでおとなしく待ってろや。文句を言った俺を見て、店員がおもむろにスマホを取り出す。面倒なことになったな。そう思った時、親父のスマホが震えた。もしもし、どういうことだ？親父の低い声が響く。え？親父とつながったスマホの通話画面を見て、店員は息を呑んだ。店長呼んできます。店員は逃げるように厨房の方へ去っていった。しばらくすると面倒くさそうに店長らしき人物が入ってきたが、親父の顔を見るなり背筋を伸ばし深々と一礼する。親父、ご無沙汰しております。親父の部下か元部下か、そう思って改めて顔を見て思い出す。店長は土井龍馬という男で、以前親父の元で働いていた。そう、錦山組の元組員だったのだ。しかし5年ほど前だっただろうか、昨今の取り締まりの厳しさからか、妻子に胸を張って生きられる男になりたいと土井は組を抜けることを申し出た。錦山組は食べていくあてがあるやつが組を抜けることには比較的寛容だ。このあとどうやって食べていくかあてはあるのかと聞いた親父に、料理人になりますと答えて組抜けを許されたことは知っていたが、まさかこの炉端焼き屋が土井の店だとは知らなかった。おい、何かあったら力になってやるとは言っていたが、俺はこんなしょうもないぼったくりのために後ろ盾になったんじゃないぞ。親父は店の中だから声を抑えてはいたが、確実に怒りを含んだ声でそう言った。親父に怒られた土井は、その場に泣きながら崩れ落ちた。今日はケントが自分の稼いだ金で初めて俺を食事に連れてきてくれたんだ。しかもケントの指定してきた店がお前の店で、俺は二人の成長した姿を見れると思って楽しみにしてきたんだぞ。確かに料理はうまかった。しかしなんだこれは。ぼったくになんかしやがって。お前がまっとうな商売をしたいって言うから後ろ盾になったのに、こんな裏切るような真似しやがって。親父のおっしゃることはその通りです。本当ならこの部屋は一般のお客様には使っていないんです。その、俺今は店長といっても名ばかりで、料理しか担当させてもらえてなくて。店の経営は全部上のやつ、半グレなんですけど、がやってるんです。それで、その半グレ集団の資金洗浄をするために使っているのがこの個室でして、そのために特別料金でこんな値段設定になっているんです。半グレ？いつからお前そんなのと関わるようになった？はい、もともと俺は組抜けた後、ちょっと遠くに出てたんです。それで焼き鳥の店を開いて、誰にも指図されることなく、俺が思ううまい焼き鳥をひたすらお客さんに提供していました。ですが一時夜間自粛営業の命令があったじゃないですか。あれで売り上げが立たなくなって経営難に陥ってしまいまして、親父さんに頼ってもいいだろうかと何回も頭をよぎったんですけど、俺の勝手で組を抜けておいて、そんなことで頼るのは筋が違うと思って、
つい闇金に手を出してしまったんです。バカなことしたな。はい、結局闇金での借金で首が回らなくなって、焼き鳥屋は担保で持ってかれました。それで代わりにこの店をやれと言われまして、個室での資金洗浄に協力すれば店の売り上げの1割を持っていくだけで、その他の取り立てはしないという条件に内心ほっとしてしまいました。本来この個室は予約の資金洗浄用のお客にしか使わせないんです。もしも親父さんのように一般のお客様がこの個室を使われることになった時は別の計算書がありまして、こんな法外な金額には決してならないはずなんですが、親父、本当に申し訳ございませんでした。せっかく某がご馳走される機会でしたのに、こんなことになっちまって。某にもお詫びのしようもありません。お代は結構ですので、どうかお許しください。土井、明日、うちに顔出せや。わかりました。土井が観念したようにうなずく。その時、ドタドタと大人数の足音がして、ガラッと大きな音とともに個室のドアが開かれた。店を仕切っているという半グレたちに違いなかった。おい、加藤、なんでこんなところにいるんだよ。半グレたちの中に加藤がいるのに気づいてびっくりすると同時に、はめられたことに気づく。この店を勧めてくれたのが加藤だった。その加藤が店の関係者だったってことは、もともと俺をぼったくるつもりで勧めたに違いない。理解したかよ。加藤がバカにしたように笑う。お前どこまで噛んでるんだよ。もともとぼったくるつもりで勧めたのは分かったよ。どこまでって、それが全てだよ。本当なら取らねえ個室料金を取ってやろうと思ったんだよ。お前ボンボンだろ、払えるんじゃねえのかよ。ぼったくりに払う金なんてねえよ。それに今日の代金は俺が初ボーナスから払うんだよ。お前がもらったのと多分同じ額だよ。50万なんてどうやって支払うんだよ。まだ加藤たちはここにいるのが錦山組の組長とせがれだということには気づいていないらしい。俺もそこには触れずに話を進める。俺の母親は内縁の妻だから、俺の名字は錦山ではない。それで余計に気づけないでいるのだろう。ボンボンなんだから親に払ってもらえばいいだろ。払ってもらうわけないだろ。それより加藤、もしかしてさっきの店員とつながってたわけか。今頃気づいたのかよ。まったくお前は、こんな集団に所属してるのがバレてもいいのか。そこへ個室のドアが静かに開く。入ってきたのは錦山組の若頭の須藤だった。おい、お前ら、親父さんと坊に何してやがる。その声に半グレたちの動きが止まった。親父さんと坊？加藤が信じられないという顔で振り返る。ここにいらっしゃるのがお前らが呼んだ錦山組の親父さんだ。それとこちらが錦山組の坊、ケントさんだ。須藤の説明でやっと状況を理解したらしい半グレたちが突如騒がしくなる。おい加藤、お前何しでかした。なんだと、計画持ちかけてきたのはお前だろうが。加藤がこいつの正体気づいてたらこんなことにならなかっただろうが。気づくわけねえだろ。お前ら親父さんの前だ、チッター静かにしろ。須藤に睨まれ焦る半グレたち。悪いのはこいつです。半グレたちの中のリーダー格と思える人物が
加藤の首根っこをつかんで差し出した。ああ、お前ら全員同罪だ。親父さんに失礼働きやがって。須藤が全員を睨みつける。親父、こいつらは俺の方で処理しておきますので。土井の話も聞いてましたんで、一緒に片付けておきやす。そう言って須藤は親父に頭を下げた。おい、お前らついてこい。逃げたら承知しねえぞ。須藤がリーダー格の男の首を捕まえて店の外に連れて行く。あいつらに経営を握られてるのか。親父が土井に尋ねる。土井は力なくうなずいた。本当に申し訳ございません。今日はもういい。明日うちに来た時に話すぞ。親父がもう出て行けと土井に目で合図する。土井は体を小さくしながら個室を出て行った。ケント、びっくりさせちまって悪かったな。お前にご馳走してもらえて、しかも土井の店であいつの成長も見られると思ってたんだが、土井のやつ変な遠慮するところとか全然変わってなかったな。料理はうまかったんだが。しかし加藤ってやつはお前の知り合いなのか。残っていた日本酒を開けながら親父が俺に聞く。親父、俺の方こそ加藤にはめられてるのに気づかず申し訳なかった。加藤は会社の同期なんだ。同期で営業成績いつも競ってるやつで、あんまり仲良くないんだが、この店紹介してくれて、俺いい感じだなと思って、ろくにそれ以上調べもせずに決めちゃったんだ。普段仲良くないのに、そんな時だけ親切にしてくれるわけないのにさ。俺がもっと警戒すべきだったよ。でもまさか半グレやってるとは思わなかった。チャラいやつだなぁとは思っていたけど。まあいい、若いうちは誰にでも失敗はあるものだ。でもケント、忘れぬなよ。男には外に出たら常に敵がいるからな。これからは敵だと思うやつのすめには乗るな。できる男は常に足を引っ張られるものだと思っておいた方がいいぞ。親父に諭され、恥ずかしさと申し訳なさで赤くなりながらうなずく。次の日は俺も土井の様子が気になって親父の家に行った。土井は神妙な顔つきをして菓子折りを持って現れた。土井、何が悪かったか分かってるのか。あんな半グレ集団の経営する店で店長なんかやってしまって。それも悪いが、どうしてまず最初に焼き鳥屋の経営が危うくなった時に俺に相談しなかった。その時点で相談してくれれば組の金を貸すこともできた。俺だったらお前相手に無茶な取り立てはしねえ。焼き鳥屋を潰すことにもならなかったんじゃないか。お前、家族に肩身の狭い思いさせたくないって言って組を抜けておいて、闇金でどうにかしようなんて、余計にダサいことしてどうするんだよ。親父さん、俺はそんなに頼りないか。お前が組を抜けちまった時には確かに寂しかったが、それでも今だってお前のこと可愛い子供だと思っている。俺のこともう少し信用せい。親父さん。もはや親父の名を呼ぶことしかできなくなった土井が引きつったようになりながら涙を流す。親父さん、土井、店のことを調べてきやした。そこへ紙袋を持った須藤が入ってきた。これ見てください。土井はもうとっくに借金返し終わってたんです。須藤が書類を見せる。毎月の返済は帳簿上は相談料として払
半グレたちの組織に払うことになっていたが、須藤の持ってきた書類を見ると、もう去年のうちに借金の元金と利息分、きっちり払い終わっていた。俺、借金返し終わってたんですか？土井が驚いたように須藤を見る。おうよ、お前金額もわからずに払い続けていたのか？俺、経理の方は全く触らせてもらえてなかったので、月々の売り上げがどれくらいあるかも肌感覚でしか分かっていなかったんです。こんなに売り上げ上がってたんですね。そうか、返し終わってたのか。ほっとしたように土井は天井を仰いだ。返し終わってたんですかで満足してどうする。ほら、須藤が紙袋を土井の方に押しやる。うわ、須藤、これは払いすぎていた分の金、あいつらからきっちり取り返してきたぜ。しまっとけ。須藤、いいんですか？これだけあればお店始める頭金ができます。いつまでも資金洗浄の協力をしなくても済みます。ありがとうございます。いや、新しいお店ってな、土井、お前の焼き鳥屋担保に取られてたろ。借金返し終わったんだからそれが戻ってくるんだよ、親父が言った。なあ須藤。はい親父、そっちの段取りも済ませてきやした。須藤がもう一枚書類を取り出す。おい土井、これだ。須藤が見せた焼き鳥屋の権利書からは担保の記載が消されていた。半グレの一味が高いだけの営業をやってたみたいだから、しばらくは客が戻るのに時間かかるかもしれねえけどよ、じっくり立て直せや。お前の料理うまかったって親父さんに聞いたぜ。須藤、ここまでしてもらっていいのか？いいってことよ。組抜けちまったって言ったって、俺とお前は兄弟の仲じゃねえか。親父さんに拾ってもらったのも同じような時期だったし。その代わり、今度覚悟しとけよ。そうだな。今度若い衆も連れて、みんなでお前の店に行くから。店きれいにして、うまい料理作って待っておけよ。親父が嬉しそうに笑う。須藤、一晩でよくここまでやってくれたな。礼を言う。下がっていいぞ。へい。須藤が下がる。土井ももう下がっていいぞ。親父さん、この度は本当にありがとうございました。一仕事終えたという感じの須藤と権利書を抱きしめて玄関を出ていく土井。土井の背中は輝いているようだった。週明け会社に出社すると、加藤の姿が見当たらなかった。加藤どうしたんだ？同期のやつに聞いてみる。知らないのか？あいつ本当に裏社会とつながっていたんだよ。それで週末に何かやらかして留置所行きだって。それで会社でも調べてみたら横領あったらしいぞ。経理部のパートさんに無理やりお金出させてたらしい。加藤が留置所行ったのを知ってパートさんが泣きながら告白してきたんだと。不正な領収書を使って現金を何回も持っていかれたって。会社も当然クビだよ。本当かよ。須藤が手を回して加藤が捕まるように仕向けたのは想像がついていたが、まさか会社の中で横領していたなんて考えてもいなかった。あいつ半グレ集団のメンバーだったらしいぞ。怪しい金貸しとかもしてたみたいだぜ。そうだったのか。同期に礼を言って自分の席に戻る。その週いっぱいは会社の中は
加藤の話題で持ちきりだったが、人の噂もなんとやらで、1ヶ月もすると加藤の話題に触れる人はいなくなった。ついには加藤という社員がいたことすらみんな忘れてしまったようだった。ちなみにあの時の半グレ集団は、下っ端のやつを除いてみんな何らかの罪状を抱えていたらしく、ほとんどがその後逮捕されたらしい。そして土井の焼き鳥屋はめでたく再スタート。初めのうちはなかなか昔の客が戻ってこなくて苦戦もしたみたいだが、3ヶ月もすると元の大将に戻ったというのも近所に知れ渡り、客足も戻ってきた。今ではすっかり元のにぎわいを取り戻したようだ。いらっしゃいませ。今日は組の宴会だ。もちろん場所は土井の焼き鳥屋。お店の定休日に貸し切りにして、どんちゃん騒ぎだ。おい、土井、もう変なのに引っかかるなよ。そうだぞ、俺たちがいつでもいるの忘れぬなよ。はい、土井の再出発祝ってもう一杯。料理を運んできた土井を組のみんなが取り囲む。もう土井が組を抜けてから何年も経つのに、いい人間関係だなぁと思いながら、俺はゆっくりと日本酒を味わった。人間いつまでも助け合えるような関係を築きたいものだ。それができている錦山組に改めて愛着を感じるのだった。俺は家業ではなく広告代理店という道には進んだが、人間関係が大事なのはどこでも同じことだ。仕事上だけじゃない、プライベートならなおさら。自分の私利私欲に動くのではなく、大事な相手のために全力で動ける人間になろう。俺は心からそう思うのだった。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。人事異動の発表に備え、訳あって在宅勤務だったが、出社した俺。仕事中だが我慢できずトイレへ向かった時、廊下で元カノに遭遇してしまった。彼女は自慢げに、私は課長に昇進よ。無能は私のために必死で働け。なんて罵ってくる。私は無能とは釣り合わない。そう言って俺を振っただけあって、彼女はすごく嬉しそうだ。だがそこへ部長が現れ、君はなんてことを言うんだ。彼が次に放った言葉により、彼女は天から地へ一気に絶望することになるのであった。俺の名前は萩原陽介、28歳、独り身の男だ。勤め先は A という大きくも小さくもない中規模の会社。性格は控えめで、我ながら真面目なタイプだと思っている。控えめで、真面目といえば、聞こえはいいかもしれないが、俺の場合は、人付き合いが上手じゃないことをよく言い換えているだけだ。小学校から高校、そして大学でも、友達と遊びに行くことなんか滅多になく、家で一人でゲームをするか、読書をすることがほとんどであった。当時から、周囲の人はそれを真面目と言っていたが、俺本人はわかる。ただただ人付き合いというものを怠けているだけに過ぎないのだ。初めて人付き合いを真面目にやろうと思ったのは大学3年生の時だった。遅すぎると思われるかもしれないが、俺にとってはこれでも早々に勇気を振り絞った方である。ちょっといい？大学のアトリウムで同学年の男子学生に声をかけた。ん？何やら勉強していた彼は、俺の呼びかけに応じて顔を上げる。この講義なんだけど、確か
君も履修してたよね。ん？ああ、してるよ。よかった。次のレポートの提出期限っていつだっけ？聞き逃しちゃってさ。これは人付き合いのきっかけを作るための嘘だ。本当は聞き逃していないし、バッチリメモしてある。期限は確か。彼はスマホでスケジュール帳のアプリを起動し、期限を確認している。あった、来週の金曜日だね。来週の金曜か。わかった、ありがとね。そうだ、もしよかったらレポートに必要な情報を共有しない？その方が早く終わると思うし。いいよ、今日はもう講義ないから、ここで待ってるね。実は俺も今日は終わったんだ。平静を装って話していたが、本当は心臓バクバク、手汗びっしょり。人生でトップ5に入るくらい緊張したと言っても過言じゃない。これが俺の積極的な人付き合いデビューだった。こんな感じで交友関係を広げていき、気軽に話せる友人も増えた。今まで過剰に恐れていただけで、一度慣れ親しんでしまえば楽しく話すことができる。たまに飲みに行ったり、通話をつないでゲームをしたりと、俺の生活はこの頃劇的に明るくなったように思う。それでも、キラキラな人たちには遠く及ばないが。そしていよいよ、異性にも話しかけてみようと思い立つ。大学のカフェで同じ講義の課題をやっている女学生を見つけ、それを口実に話しかけようと決めた。残念なことに、俺の話題の手札は同じ講義しかない。それと、話しかける前に15分くらいまごまごしていたのはまた別の話である。あの、富山さんだよね。彼女の名は富山美咲。俺とは真逆みたいな明るい女性だ。え？はい。あ、ごめん、その俺もその講義受けててさ。彼女が机に広げていた課題を指さして、決して不審者ではないのだと説明する。今回の課題でわからない部分があるから、もしよかったら教えてほしくて。ああ、そういうことね。いいよ、どこがわからないの？え、こうも簡単に受け入れられるものなのかと、女性を勝手に怖いものだと思い込んでいた俺はビビった。それから話の流れで連絡先の交換に成功し、猫派という共通の話題が見つかるところまで発展。リアルでも気さくに話せるようになった頃、俺は自分が富山美咲を好きになっていると気づく。富山さん、その彼女と出会った大学のカフェ、人のいない時間にそこで待ち合わせ、大事な話をしよう、そう決心し呼んだ。ちなみにその前夜は一睡もできていない。何？改まって。あの心臓の音で自分の声さえ小さく感じたのを今でもよく覚えている。好きです、付き合ってください。シンプルな言葉で思いを伝えると、彼女は驚いて目を見開いた。だがすぐに普段の顔に戻り、ありえないほど緊張している俺とは対極の感じで言う。いいよ、よろしくね、陽介。OK をもらった。そう理解した途端、俺の緊張は一気に溶けて泣きそうになる。そんな俺を見て彼女はケラケラと笑った。かくして人生初の彼女ができた。そして大学4年の夏前、偶然にも同じ A 社から内定をもらったのであった。入社当初から俺と美咲の仕事ぶりには性格の違いが出ていた。美咲はとにかく数をこなすタイプで、大げさかもしれないが俺の倍くらいのスピードで仕事を進める。ミスることもあったが、そこは持ち前のコミュ力で乗り越えているようだ。対する俺は慎重派。完璧主義になりすぎないよう気をつけてはいるが、美咲に比べると一つ一つの案件を
丁寧に進めていた。というか、俺はミスして怒られることを極端に恐れていただけかもしれない。入社から数年が経過した。俺と美咲の関係は未だに続いており、幸せな日々を送っていた。だが、そんな生活にわずかな影が落ちる。ねえ、陽介。会社の食堂で昼食を共にしていた時のことだ。彼女は何やら疲れたような顔で言う。あんたさ、いくらなんでも仕事できなさすぎじゃない？え？いやさ、ずっと前から気になってたけど、私たちはもう新人じゃないんだしさ、そんなんじゃ出世に響くよ。耳が痛い。俺自身、美咲の言うことは正しいと思っていたからだ。たくさんの仕事をこなせる美咲のスタイルの方が出世は早いだろう。確かにね。俺もこれから頑張るよ。そういえばあんた、大学の頃から課題とかレポートとか遅かったわよね。ああ、そんなこともあったね。美咲はそう昔のことを掘り返してきた。これにも俺は自覚がある。仕事と同じで細かいことに気を配りすぎて進行が遅いのだ。周りから見れば要領が悪いと見えるだろう。そんな話をされた日から、美咲はちょくちょく同じようなことを言ってくるようになった。最初は笑ってごまかしていた俺も、だんだん嫌になり始める。大学生の頃から続く幸せな彼女との日々が崩れていく。そんな気がした。だけど美咲は俺の初めての彼女。ちょっとやそっとの亀裂くらいで諦めたくない。そう思っていた。それなのに、26歳の時に絶望がやってきた。そろそろお金も貯まったし、結婚を見据えて同棲でもと思っていた矢先。仕事帰り、美咲に誘われて行った定食屋でのことだ。陽介、私たち、もう別れましょう。え？理解できる言語で理解できないことを言われた。思わず聞き返してしまう。そんな、どうして？5年も一緒にいたのに、どうして？思わず大きな声を出し立ち上がってしまった。周りの視線が痛く感じられて、咳払いをして席に着く。ずっと考えてたの。あんたみたいな仕事が遅い無能、やっぱり私には釣り合わないのよ。あんたもそう思わない？それは。俺もうっすら思っていた。美咲ほどの女性なら、俺なんかよりも良いパートナーが見つかるはずである。やっぱり自覚があるんじゃない。そう言い、彼女はものすごいドヤ顔で胸を張る。それに、あんたに選択肢はないの。え？私ね、B 社の優秀なイケメンエリートと付き合い始めたのよ。息を飲んだ。言葉が一切出なかったのだ。もう今更だけど、なよなよしてるし、見ててイライラすんのよ、あんた。俺は美咲に何も言い返せず、そして関係を続ける手段もなく、そのままその場で別れることになってしまった。それからというもの、俺はあまりのショックで、食欲不振と不眠に悩まされていた。空腹の感覚はあるが、食事が喉を通らない。ゼリーの類を飲み込むだけの食生活が続いて痩せ細る。眠いという感覚もあるにはあるが、目をつぶっても寝つけない。よくて4時ごろ就寝。ひどい時は徹夜である。そんなんだから体調を崩しがちになり、こじらせ、時間をかけて直しては振り出しに戻る。最悪の負の連鎖に陥ったのだ。今までの自分を変えようと無理に行動し、やっとの思いで手にした美咲との関係。それは俺の自信であり、自尊心であり、心の支えだった。そんな大切なものを一挙に失ったのだ。これが勇気を振り絞った代償かよ。そう思うと今にも気が狂いそうだった。人付き合いを頑張ろうと決めたあの頃、俺は変わったつもりでいた。
だが、変わった気でいただけだった。その事実がたまらなく惨めで憎たらしい。幸い会社は俺をクビにはしなかった。してくれてもよかったのだが、 A 社の社長はどうやら精神的な問題なんかに理解のある人らしい。様子のおかしい俺に声をかけてくれた。君はずっと真面目にやってくれていたからな。何があったのかはわからないが、きっと糸が切れてしまったのだろう。そう言ってくれたのだ。嬉しさのあまり涙をこぼしかけた。社長はさらに、無理のない範囲で働いてくれればいい。体調が心配なら、今は在宅ワークという働き方もあるよ。そう提案してくれた。弱っていた俺はその提案に乗り、在宅勤務に。これは秘密だが、出社して毎日美咲と顔を合わせなくて良くなったことが何よりも俺を安堵させた。それから2年が経ち、現在28歳の俺。俺はまだ在宅ワークで隔週金曜日だけ出社している。だが今日は例外で人事異動の発表があるから月曜日だが出社した。数人の定年退職を契機に、新しい部署の設立などを含めた組織の再編成が行われるらしい。人員が大きく動きそうだなぁと俺はのんきに思いながら出社した。週始めの朝礼が終わり、事務所へ。萩原さんがいると、明日、明後日は休日かって気分になりますよ。後輩の男が伸びをしながら言う。いやいや、昨日、一昨日が休日だったろ。まあ、そうなんですけど。こうやって話しているときは、俺も楽しめる。彼含む後輩や同僚と人事異動に関する噂なんかを冗談交じりに話しながら、ぼちぼち仕事に手をつけ始めた。あれ？ふとそこに彼女の姿がないことに気づいた。あれ、ミサ、富山さんは？誰に聞くわけでもなく、つぶやくように疑問を口にした。それに答えてくれたのは同期の男だ。朝礼の後、部長に呼ばれてたぜ。多分、人事異動の話じゃねえかな。A 社は張り出しによる発表に先立って、おのおのの上司から面談形式で異動の話を聞くのが恒例らしい。そこまで大きくない会社だからこそできることだな。ああ、なるほど。確かに、テキパキと仕事をこなせる美咲なら昇進はあり得る話。それどころか、ほぼ確実と言って良いだろうな。それから10分ほど経ち、俺はトイレへ向かった。金曜日以外の出社に緊張して気を紛らわすために緑茶を飲みまくったのが良くなかったのかもしれない。廊下に出て左に曲がったその時、あら、無能の陽介くんじゃん。こんなところでどうしたの？そんなセリフとともに現れたのは、やけに上機嫌の美咲だった。ニヤニヤと笑みを浮かべながら俺を見ている。元気そうだな。俺はそう無難な返答をした。すると彼女は誇らしげに、ふふっと笑い、一枚の紙を俺の顔の前でバッと広げた。近すぎて見えないので一歩下がる。へえ、課長になるんだ。おめでとう。紙には、美咲が課長に昇進するという旨の文章が記されていた。おめでたいことなので、仕事している人の邪魔にならないよう控えめに拍手する。おめでとうございますでしょ。あんたがお家でサボっている間に私は課長に昇進よ。無能は私のために必死で働け。そう楽しそうに言う美咲。その姿がおかしくて、俺は思わずふふっと笑ってしまった。すると美咲はムッとして、何がおかしいの？と鋭い目線で聞いてきた。そんなに聞きたいのなら教えてあげようか。私のために必死に働け、か。残念だけど、それ俺のセリフなんだよね。俺の言っている意味がわからないのだろう。美咲の頭には明らかにハテナが浮かんでいる。
はあ？何のこと？精神や体調だけじゃなくて頭までおかしくなっちゃったわけ？いや、実はさ、事情を話そう。そう思っていたところへ、廊下の奥から部長が現れる。おや、萩原くん、ちょうどいいところにいてくれた。これから君にも人事異動の話をするから部屋へ来てくれ。まあ、もう分かっていると思うがね。すると、美咲は煽り半分、動揺半分といった感じで部長に質問した。彼は降格ですか？それとも首とか？小山さん。普段はニコニコで優しい部長だが、この時は厳しい顔と小姉だった。美咲は蛇に睨まれたカエルのように固まる。君はなんてことを言うんだ。こちらの萩原新部長に向かって。時間が止まったかのような雰囲気になる。部長の言葉に遅れること数秒、美咲はやっと反応を見せた。え？新部長？どういうことなの？彼女は震えた声で俺に問う。まあ、その、いろいろとあってさ。どこから説明しようか、ことの経緯を頭の中で改めて整理し、差し当たって、実は、と王道のセリフで話し始めることにした。俺が在宅勤務になってから一年ほど経過したある日、部長と社長から直々に連絡があった。いつも通り自室でキーボードを叩いていた時、部長から電話があったのだ。という案件を私と社長で進めていてね。それをぜひ萩原くんに手伝ってもらいたいんだ。詳細は先ほどメールで送った資料の通りなのだが、見てくれたか？ええ、一通り目を通しました。ですが、この案件、見るだけでめまいがするほど難しい内容だった。さすが社長と部長が対応している内容だ。平社員でしかない俺にとっては、もはや知らない言語で書いてあるレベルと言っても過言じゃない。その、言いにくいのですが、どうして私に？この仕事は A 社にとって非常に重要なものでね、かなり慎重に進めないといけないんだ。君は前から仕事を慎重に、そして丁寧にやってくれていただろう。それゆえに美咲から無能と罵られたわけだが、部長の口ぶりと今の状況からして、彼はそんな俺を多少なりとも評価してくれていたのだろうと思う。他のみんな、特に富山さんなんかはテキパキと仕事を進める能力に長けているが、こういう仕事では君のような慎重派の力が必要不可欠なんだよ。部長。その言葉が嬉しかった。頼ってもらえていることがたまらなく嬉しかった。感激して涙を流してしまった俺は、悟られないよう必死にごまかしながら、かしこまりました。本件、全力で対応させていただきます。そう返事した。その案件で俺が主に担当したのは、部長が用意したデータを資料にまとめることだ。だが、やはり難易度の高い案件。内容の取捨選択が難しく、勤務時間中にしつこいくらい何度も部長に電話で相談した。その都度彼は丁寧に対応してくれる。部長、こちらのデータなのですが。ああ、これか。確かにこいつは難しいな。時にはオンライン会議で画面共有をしながらの話し合いもしてくれた。よーし、わかった。この部分に関してはこっちで社長と話してみるよ。結論が出るまでここは保留で、他の部分を進めてくれ。そのおかげで俺の仕事は想像していたより順調に進んだ。隔週金曜日の出社日には、小さな会議室に社長、部長、俺が集まり打ち合わせを行う。あれ？出来上がった資料の草案を3人で睨んで精読していた時のこと、ふと資料のおかしい点を発見した。資料の前半では B は C と言っているのに、後半では B は D だと言っているのだ。無論、はっきりとそう書いてあるわけじゃない。
資料に穴が開くほど睨んで睨んで睨み尽くして、それでようやく気づくようなものだ。もはや自然に生まれた叙述トリックと言えるかもしれない。それくらい分かりにくいものである。それをぼそっと指摘すると、社長と部長はハッとしたような顔になる。確かにそうだね、萩原君、素晴らしい視点だよ、社長が言ってくれた。部長もそれに続いて、ええ、彼に協力してもらって大正解でした、そんな風に褒めてくれたのである。なんだかんだ俺もその気になって、昔から人と関わらず本ばかり読んでいた経験が役に立ったのかも、なんて思った。加えて、何がどこでどう役立つのかわからないものだということを実感。こんな俺でも例の案件で役に立てている、そう心から思えたのである。しばらくして例の案件は大成功を収め、 A 社に大きな利益と信頼をもたらした。その経験があるからか、社長や部長は慎重な対応が求められる案件があると、その度に俺に声をかけてくれた。頼りにされているのだと、社長と部長に認めてもらえているのだと、俺は俺に自信を持てるようになっていく。いくつもの成功体験が自信をさらに強固にする。もちろん失敗したこともあったが、それも経験だ。気持ちが前に向いたからか、心が安定して余裕が生まれた。崩しがちだった体調も負の連鎖を抜け出し始めた。久方ぶりに味わう晴れやかな気分であった。調子が良くなってきたため、そろそろ社長に相談して通常勤務に戻ろうか、そう思っていた矢先、金曜の打ち合わせの時に部長からとんでもない話を聞かされた。萩原君、社長とはもう話したのだが、君にも話しておかなきゃいけないことがある。普段から部下に対しても丁寧に接する部長だが、その日は丁寧というか他人行儀というか、より正確には改まっていた。どうかされたんですか？話しにくいことなのだろうか、部長は深呼吸をしている。やがて申し訳なさそうにゆっくりと口を開いた。結論から言うと、私は来月いっぱいで退職する。え？思わず大きな声で驚いてしまった。部長はまだ50代前半だと聞いている。定年退職の年齢じゃないし、何か重大な病にかかっているようにも見えない。失礼かもしれませんが、その何かあったのですか？実は先月末に妻と母がほぼ同時に倒れたんだよ。妻の方は比較的元気だが、母の方が大変でな。そのうち退院する見込みだが、その後は介護が必要なんだ。父は足が悪いから母の介護ができない。俺がやるしかないんだ。たびたび休んだり早退したりでは会社に迷惑がかかると、彼はそう考えて退職を決意したらしい。そうでしたか。家庭の都合となれば引き止めるわけにもいかない。残念でならないが仕方のないことだ。一通り事情を話してくれた部長は悔しそうにうつむく。彼の退職に伴って、社長が静かに言う。会社組織の再編成をしようと思っている。何人かが定年退職だし、ちょうど新しい部署設立の計画も温まってきたことだしな。そこでだ、萩原君。社長は何やら俺に恩願を向ける。部長をやってみないかね。はい？意味がわからなかった。部長？俺が？君には細かいとこに気づいて適切な対応ができる能力があり、それでいて仕事も丁寧にこなせる。部長になっても何ら問題ない器だと私は思うよ。それに彼も君を推薦している。むしろ彼からの提案なんだ。社長に退職の話を持ちかけたとき、部長は
自身の次の部長として俺を推薦したらしい。しかし、彼はちょっと俺を買いかぶりすぎている。どう考えたって過大評価だ。それに平社員からいきなり部長に大抜擢なんてヘッドハンティングじゃあるまいし。どうだね、萩原くん。むちゃくちゃな話だとしか思えない。だが、二人は俺に期待してくれている。ならば、俺はそれに応えたい。きちんとやれるかはわからないが、それでもやってみたい。そんな思いで、俺は部長になるという提案を受け入れた。それが、今回の大規模な人事異動の一つである。謙遜しながら、美咲に真相を話した。彼女は震えた声で、涙を浮かべながら言う。そんな、あんたが、無能の、陽介が。目の前に部長がいることを忘れているのだろうか。彼女はまたも俺に無能という言葉を放った。遠山さん。部長が強い口調で言う。続いて美咲を叱ろうとした部長。だが俺は彼を止めた。いいんです、部長。俺は美咲に手を差し伸べ。人には得意不得意がある。君にだって苦手なことの一つや二つあるだろう。俺の仕事は確かに遅いが、その分正確さがある。君は仕事は早いが、その分間違えてしまうことがある。たった、それだけの違いじゃないか。そう、なだめた。気まずそうに目をそらす美咲。やがて彼女は、俺の手を取らず、自分で立ち上がった。何よ、私が無能だって言いたいの？復讐のつもり？違うよ。自分を誇示するんじゃなくて、弱点を認めて、互いに補い合えば、チームとしてもっと高みに行けるって話。俺からこんな言葉が出るとは思わなかった。そう言いたげに、美咲は驚いたような顔になる。だが、すぐに怖い顔になり、ふんと走り出した。美咲！俺はとっさに彼女の手を握って止めた。だが、離して！彼女は俺の手を振り払い、そのまま走り去ってしまった。部長、彼女に悪気はないんです。ですから、今の一件で昇進を取り消したり、今後彼女が会社で不利になるようなことは。そんな俺のわがままを部長は分かったと許してくれた。よかった、本当に。久しぶりに握った彼女の手は温かく、不意にドキッとしてしまった。あんなことを言われて振られたのに、俺はまだ美咲のことが好きなんだなと思い知る。それからしばらくした頃、俺は管理職研修やら勤務形態の変更手続きやらで奔走していた。なかなか忙しい日々が続いており、ちょっと体調が心配だ。しかし、今のところ元気にやれている。毎日出社するようになり、最近はそのせいで美咲と毎日顔を合わせている。俺たちの間には未だに気まずい空気が流れていた。今のところ話す機会はほぼないが、俺が部長、美咲が課長となればそうもいかない。人事異動の後が少し、いや、かなり不安だ。そんなある日のこと、俺はふと窓から外を見て黄昏れている美咲を発見してしまった。夕日を反射する彼女の瞳には涙が浮かんでいる。今にもこぼれ落ちそうだ。心配だが、話しかけがたい。何よ。しばらく見ていると、向こうも俺の存在に気がついたようだ。ツンとした態度で言いながら、彼女はハンカチで目をこすった。何かあったの？勇気を出して聞いてみた。美咲に話しかけるのに、ここまで緊張したのは、大学のカフェで初めて話しかけた時以来だ。別に、何でもない。彼女は明らかに嘘をついている。何でもないのに泣くもんか。そう返すと、きっと睨まれた。それでもひるまずに、俺は言う。言っただろう。互いに補い合えばいいんだって。悲しいことがあったなら、嫌じゃない範囲でいいから教えてくれよ。
力になれるかもしれないし、それに別れたって俺たちは仕事のチームじゃないか。しつこいと思われるかもしれないが、俺は粘った。なぜと言って、彼女が苦しんでいることが、俺の目には明白だったからだ。5年付き合ったからこそわかる。彼女は基本的にツンとしていて、本音を語ることは少ない。間違い探しのようで難しいが、今の彼女のツンは本性じゃないのだ。陽介。美咲は目をうるうるさせた。沈黙していたが、しばらくして美咲は涙の理由を話してくれた。あんたと別れて、付き合ってる彼氏がいるって話したでしょ？確か、他社のイケメンエリート社員とか言ってたな。その彼氏が裏で不正してたみたいなの。そのエリート社員はどうやら会社の金を横領していたらしい。凡人の俺にはインテリの手口など想像もつかないが、とにかく不正に金を得ていたとのことだ。それが会社にバレて今調査中。そんなことが。向こうの会社はその社員に対して法的措置を取る予定であり、破滅待ったなし。結婚の話もしていたようだが、それどころじゃないと白紙になったらしい。美咲はそんな一連の流れを悲しみ泣いていたようだ。私どうすればいいかわからなくて。美咲の涙を止めていた土手はついに決壊。ボロボロと大粒の涙を流し、本格的に泣き始める。あの人本当に優しかった。なのに横領なんかしてたなんて、そんな人だったなんて。かなり感情的になっている。美咲だけじゃなく俺も。美咲。彼女の手を握り、まっすぐに目を見た。俺は確かになよなよしてる。君をイライラさせてしまうことも多々あっただろうなって言われて思った。だけどそれでも俺は君が困っていたら力になりたいってそう思うんだ。今でも。俺はここで数年越しに本音を吐露した。陽介。不意打ちで抱きつかれた。ごめんなさい、ひどいこと言って。ごめんなさい。何度も謝られた。もういいよとか、気にしてないよとなだめても、何度も、ひたすらに繰り返されるこの謝罪は、彼女なりの食材なのかもしれない。やがて A 社の組織は新体制となり、俺は部長、美咲が課長となった。前課長が今は部長補佐をやってくれているのだが、ちょっと気まずい。それにいきなり部長になって受け入れてもらえるか心配だった。だが、なよなよするのはもうやめだ。今までの自分を捨て去り、部長にふさわしい人間になれるよう努めていくことにしよう。ああ、それと俺の部長としての信念は互いに補い合うことだ。チームをさらに成長させ、会社に貢献していくためにも必要なことであると信じている。肝心の美咲だが、不正していたエリート彼氏とは別れたらしい。美咲の方から彼を突き放したそうだ。ちなみに完全な絶縁状態であり、彼がその後どうなったかは知らないし、知りたくもないとのこと。俺と美咲は復縁した。いろいろと良くないこともあったわけだが、そのいろいろは今では笑い話に昇華している。笑い合い、再び恋人として歩み始めたのだ。以前は叶わなかった同棲生活ももう始まっている。そして時が経ち、俺は30歳になった。数ヶ月遅れて今日、美咲も30歳の誕生日を迎えた。彼女の誕生日サプライズにと、俺はとある大きな買い物をした。夕食でお高いシャンパンを開け、しばらく飲んでいい感じに心地よくなった。そのタイミングで俺は指輪の箱を取り出し、彼女に声をかける。
美咲。なよなよせず、日和らず、毅然とした態度で。え、何？俺と結婚してください。箱を開き、指輪を見せた。感激してくれたようで、彼女は両手で顔を覆っている。やがて落ち着いたかと思うと、ふふっと笑った。あんた、変わったよね。その、かっこよくなった、と思うよ。顔が赤い、酔いか照れか判断がつかない。俺も少し酒が入っているから、鈍っているのだろう。もちろん、私の方こそよろしくね、陽介。承諾。今の返事は間違いなく承諾だ。あまりの嬉しさに小躍りをしたくなったが、必死でこらえる。ありがとう、美咲。改めて、これからもよろしく。本当にいろいろとあった。だがそれはもう過去のこと。部長としてチームを引っ張っていく。夫として美咲を支えていく。その責務で忙しい。過ぎたことをあれこれ考えている暇は俺にはないのだ。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。